はい、どうも、コンシェルジです。あのね、元カの元彼にこんな誘い方をしたら絶対にダメだっていうのがちょっとあってですね。で、それは何かっていうと、あの、簡単に言うとお願いなんですよね。リクエスト要求です。で、あなたが本当に困っていて、で、あなたの元カの元彼しか、その問題を解決できないぐらいの状況に叩き込まれているんだら、 元カノ元カノに連絡して、本当にこれあなたしか解決できない問題だから、助けてくださいっていうのは、これは、あの、復縁につながる誘いとしてありなんですよ。この場合は。 うん、それは相手もその本気度がわかるし、ね確かにってもちろん思うし、これは確かに俺にしかこれ解決できないだろうな。私にしか解決できないだろうな。このままだとこいつやべえことになるだろうなってマジで思うから、それは助けてくれて、で、その交流の中であなたが変わっていれば、またあなたに気持ちが、気持ちを向けてくれるって可能性はあるんですが、それ以外を除いては、お願いしたらダメ。 うん、朝はかにお願いしないでください。例えば、あの、ネット普遍工作とかにご依頼していただいて、まあちょっとうまくいくじゃないですか。で、元カノ元カレとに連絡して、連絡が来たりするわけじゃないですか。で、その時に、ちょっと優しくしてくれる。ちょっとその、お、これ、え、意外にいいんじゃないっていう感じの、その優しい反応が返ってきたからといって、そこでここぞとばかりになんかお願いしたりとか、要求したりとか、うん、その、これやってくれない、くれませんか くれないかなっていうことを言ってみたりとかしちゃう人がいるんですよね。で、これが本当にダメで。で、僕あの、例えばその仕事の話とかでも結構これ、僕もあるし皆さんもあると思うんですよ。急にお願いしてくる方って、やっぱり僕としてはちょっと、んこれは無理かなっていうのがありますね。断ってしまいます、普通に。うん 急なお願いは基本的にはあんまりその好かれないですね。で僕はのあの昔あの探偵時代の時に、うん、ちょっとそのまあいろいろその協力してもらってたまあ部下部下じゃないですけどまあその同僚同僚がいたんですよ。 で、その同僚は、まあ、立場的には僕とか、その、一緒にやってた幹部みたいな人よりは、まあ、立場的には下の立場で、で、同じように探偵として、まあ、活動してて、ただ、あんまりその、お客様からのご依頼を直接自分でいただくっていうのが、ちょっとまだできてないというか、その、ホームページも作れないし、みたいな状態だったから、僕らが、あの、こう、誘って、こういう仕事あるけど、ここでその、調査手伝ってくれたら、その、もちろんその、支払いするけどどうとかって聞いたりとかして、まあ、うまい具合でやってたんです でその子がですね、えー、と僕のそのまあその一緒にやってたその幹部のもう一人との間になんか軽,軽くなんだけど軽い裏切りみたいなことをやっちゃって小さな裏切りみたいなことをやっちゃってでえー、といやちょっと順序忘れちゃったんですけどとにかく僕らの仲間とたもを分かつことになったの。 で、分かつことになった後、なんかこう、その、つきおりさんと、これちょっと、これこうでしたよね、やっといてくれませんかとか、これちょっと手伝ってくれないでしょうかとか、言われたわけ。で、それはその、今までの長い歴史、その人との長い歴史もあるから、うん、それはいいよ、とかって、やれる分に関しては、やるじゃないですか。で、お願いを受けてたんですよ。うん、ちょこっとね。 で、そうしていくうちになんか態度変わってきて要求が過剰になった瞬間っていうのがあって、で、えっ、ー、と、僕にとっては、いや、そういう立場じゃなかったでしょっていうような、その、君と俺の関係そうだったっけっていうような立場での、え、なんでやってくれないんですかっていうのが来たんですよ。うん。あの、簡単に言うと、その完全に、なんだろう、僕んとこの正式な社員だと思ってたらしいんですよ。 いや社員ではないんですよ。それはその手前、社員的な扱いはしてたけど、あの、探偵業界よくある話で、あくまでも個人個人は自営なんですよ。そこに外注、下請けに出してるって、職人さんの世界と一緒。ね、一人親方。うん、一人親方は、まあ、その、なんか発注元がいてさ、その、なんか大手のゼネコンが、こう、その、国から仕事を受けて、1次受け、2次受け、3次受け、4次受け、5次受けぐらいなところまで来て。 でのがあるじゃないですか。その感覚なんですよね。でも、その人は、その僕のところの正式な社員だと思ってたみたいで、このその退職した後のこれはないんですかあれはないんですかこれはないんですかって言ってきて、保険雇用保険はって、いや,いやいやいや、雇用保険とかそういうあれではない。そもそもこっちから給料出してないんだから。給料ではなくて、それ日当で出してるの。 その、個人親方に対して、探偵業の個人親方に対して、日当で出してるもんだから、サラリーではないから、そこに雇用保険なんてもちろん入ってないし、うん、あくまでもその、まあ、その当時株式会社ではあったんだけど、その株式会社、僕一人の株式会社だし、そこからその下請けに外注してるだけだからっていう。 のを言ったんだけど、これはないのか、あれはないのか、これはないんでしょうか。優しくしてると、要求が過剰になってきたとこっちは感じたんですよ。でも、相手としては、僕が最初、優しくしていたからね。優しくしていたから、これも、あれもって言ってきただけだと思うんだよね。別になんかその嫌な気持ちで要求してきたんじゃないと思うんだよ。でも、ちょっと優しくしてやったら、 あの、すごい、こう、こっちにとってはね、なんか過剰な、え、これは違ったんですかこれはどうなんですかこれはああなんですかえ、それ違くないですかって言ってきた。その時に僕は、いや、この優しくするんじゃなかったーと思ったんですよ。最初からそこで、その、我々のそのグループと他とを分かったその瞬間にも、完全に音信不通にすべきだったと思ったんだよね。それってさ、あなたの状況と結構似てる人いると思うんですよ。うん。 元かの元彼にお願いすんなや。ね。で、ちょっと優しくしてもらったぐらいで、なんか自分の気持ちいっぱい伝えたりとか、なんかその、リクエストっていう、要求っていう部類に入ること一切するなや <laughs>。自分に誇りを持って。ね。 で、それはあなたにとって普通なのかもしんなくても、相手にとってリクエストになってるって時あるからね。あなたはリクエストを言ってるわけではない。で、これ知ってるって聞いただけかもしれない。例えば、これよくあるんだけど、これ知ってるうん。それは、相手にとってみれば、その質問に答えなければならないっていう義務になるわけ。リクエストに近いんだよ、それは。うん。だったら、ねこれ楽しかったんだ。この写真見といて、じゃあねでいいわ。 おじゃあ見とくわへえいいじゃんって思うだけこれだったらいいっすよでもその測らずも悪気なくリクエストになってる連絡をしちゃう人がいるから必ずリクエストになってないか要求になってないか相手にとってみれば要求になってるんじゃないかっていうことを相手にメッセージする前に何か一回考えて送る前に一旦その深呼吸してあの送ろうと思って送ったら一日 OK 一日置いてる間にリクエストになってないかなとか、上から目線になってないかな、偉そうになってないかなとか、ね、あの、こう、今、寝ながらの姿勢で言ってるんだけど、一日こう寝る前にちょっと考えて文章を作ったら、うん、それで翌日送れ <laughs>。その作った勢いで送ったらダメだね、やっぱね。あなたの元彼元彼にね、優しくしなければよかったって思われたらおしまいだからね。もうそっから復縁なんてさすがに無理でしょ。 もう実際僕もそっからもう一切連絡ない。僕もその時点でもう無理って思って、もう切っちゃったから、すごくお世話になった、まあ、後輩兼お友達なんだけど、いっぱい手伝ってもらったし、楽しい時間もたくさんあった。はあ、その <laughs>、なんなら、もしその人が女だったらもうエッチしてたっていうぐらい仲良しだったの。<laughs> 僕より年下なんだけど、はあ、まあ男だからね、もちろんそういうのないけどさ、それぐらい仲良しだったのに、優しくしなければよかったー ちょっとも話聞かなければよかった。これで終わりってなった時点で完全にその無情に連絡切るべきだったって思ったんだよ。そう思われたらおしまいです。だから僕は実際そう思っておしまいになったからさ。あなたはそのこと同じ鉄を踏まないでというか、あの、絶対に思われないようにして。だからとにかくその、まあ要求とかリクエストとかお願いとかしちゃうのは、あの、結構ネットで調べるとあるのよ。 なんか、その相手の得意なことに対してお願いしてみましょう。完全に嘘。嫌に決まってる。何の義理があってそれやらなきゃいかんのこっちが。ってなるだけだから気をつけてください。騙されないように。はい。今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。